ドジャースのロバーツ監督は25日、山本由伸投手が少し体調を崩していることを明かし、でも大丈夫だ、土曜日に投げると話した、山本は28日、日本時間29日の敵地ロッキーズ戦で先発する予定だという。ドジャースのロバーツ監督は25日、山本由伸投手が少し体調を崩していることを明かし、でも大丈夫だ、土曜日に投げると話した、 山本は28日、日本時間29日の敵地ロッキーズ戦で先発する予定だという。大谷翔平に美女もうっとり、写真、山本は前日、グラウンドでの投球練習を行わなかった。この日は出てきたが、軽めのキャッチボールで切り上げた。体調を戻してどこまで万全な状況に近づけるか、不安もある。プレーオフに向けて、先発が深刻な駒不足で、 チームは山本の存在が頼みの綱という状況がある。ドジャースはすでにプレーオフ進出を決めているものの、地区優勝争いでパドレスと争っている。優位な状況ではあるが、優勝を逃せば、ワイルドカードからのスタートに。エースのグラスノー、勝ち頭のストーンが今季絶望で、先発の頭数が足りないドジャースにとっては、地区優勝を決めて地区シリーズからのスタートを是が非でも勝ち取りたい。 プレーオフ進出を決めているものの地区優勝争いでパドレスと争っている優位な状況ではあるが優勝を逃せばワイルドカードからのスタートにエースのグラスノー勝ち頭のストーンが今季絶望で先発の頭数が足りないドジャースにとっては地区優勝を決めて地区シリーズからのスタートを是が非でも勝ち取りたい